視聴者の皆さん、弁当やレポートなどで作業に集中したいけどついついスマホをさらってしまうってことよくありますよね。私も解決策が見つかる最近まで悩まされていました。今回の動画ではその方法について話していきたいと思います。最初にスマホを自宅の郵便箱や次元ボックスに入れる方法も一つの手ではありますが、この方法は個人で何でもできる人向けです。視聴者の皆さんは不明ような部分を知り合いに質問したりネットで検索するので使う必要があります。であればスマホの使用を必要最小限度に抑え、物事に集中することが重要です。それを可能にする方法はスマホで音楽を流すことです。結局使用していることで本末転倒だと思われますが、これで時間を無駄にすることはないはずです。実際私もこの方法を始めてから無駄を減らすことに成功しました。ちなみに私が聞いているアーティストはフローさん、ワルツーレさん、ヤギカイリさんです。好きに語り、ついついスマホを使っている方は一度試していただけると幸いです。また別の方法を見出している方はコメント欄で気軽に言ってください。最後までご視聴ありがとうございました。